はい、もちもち TV のもちです。大野くんの展覧会が、まあ、1月、2月で大阪であったと思うんですけど、まあ、今回ですね、大野くんの展覧会を辞退しました。まあ、まあ、とりあえず、もう当たった動画も上げてないとアップしてないと思うんですけど、まあ、とりあえず当たってたんですね。で、当たってて、まあ、大野くんの展覧会自体、そもそもそんなに金額が高いものじゃないので、まあ、とりあえず、まあ、申し込んどこうかなっていうくらいの気持ちで、まあ、申し込んだんですね。まあ、去年の話なんですけど、申し込んだのは。で、それが当たって、まあ、当選動画、当落動画もアップしてないんですけど、お、当たったと思って、まあ、ちょっと楽しみにはしてたんですけど、まあ、やっぱり、コロナの影響ですよね、やっぱ。結局、東京とか大阪で開催するとなると、やっぱ、コロナ、まあ、県外の移動になるんで、まあコロナの影響がやっぱり心配で、で、申し込んだ時よりも、その展覧会が開催される日の方が、ちょっと危機的状況、まあ危機感がさらに強まってる感じだったので、まあ、辞退しました。本当に残念なんですけど、まあ、嵐の、まあ大野くん以外のメンバーは、まあ個々でまあ活躍してて、まあ活動してて、で、まあ大野くんだけがやっぱ、冬休みっていうか夏休みっていうか、まあとにかく長期休みっていう感じなので、まあだからこそ大野くんの展覧会にはまあ行ってみたかったんですけど、まああの動画の去年の動画のやつでは見たんですけど、まあ本当に残念ですね。で、この大野くんの展覧会をこの辞退したことによる、行かなかったことによるちょっと心配な点があって、まあ自分の名義で応募してるので、まあ、自分の名義で当選して、まあ、お金は払ってるんですけど、まあ、当選して行かないかったとすると、なんか、ライブのチケットとかだと、まあ、空席を、もうお金をいくら払ったからといって空席を作りたくないみたいな、いう感じだと思うので、行かないとあんま良くないみたいな、今後当たりにくくなるとか、そういう話をちょっと聞いたことがあるんで、ちょっとそれが心配なんですけど、まあ結構僕と同じ状況の人っていると思うんですよね。まあ東京とか大阪で開催してるからこそ同じ状況になってる人っていると思うんですけど、まあ今後何かが当たりにくくなるとか、そういう状況にならないかがちょっと心配ですね。まあその何かっていうのが何かもよくわかんないし、まだ活動が不透明なところがあるので、まあ、その何かっていうのもよくわかんないんですけど、まあそういうなんかペナルティ的なことがあるのかなっていうのがちょっと気になりますね。まあその辺詳しい方がいたらコメントとかで教えてほしいです。で、嵐の個々の状況としては、まあ最近翔くんが、まあ広瀬すずちゃんと、まあ連続ドラマが決まったということで、まあ本当にめでたい限りですよね。嵐のメンバーはいろいろ、もう大野くん以外のメンバーは結構いろいろ決まってて、結構なんか、まあ嵐がもし活動休止に入ったらどうなっちゃうんだろうって思ってはいたんですけど、まあ意外と、まあ人って順応してくるというか、まあそれも嵐の大野くん以外のメンバーが、まあ活動してて、まあテレビで見る機会があるからこそ結構なんか順応していくんだと思うんですけど、まあそりゃ嵐が嵐として動いてくれてる方が、まあそりゃ楽しいですけど、まあ12月は本当に色々詰まってて楽しかったんですけど、まあその反動が直後には来たんですけど、でも意外と結構なんとかなるもんだなと思いました。まあこれからとりあえずネットフリックスの嵐イズダイアリーの最終話が2月の終わりに配信されると思うので、まあとりあえずそれが楽しみですね。はい、以上もちもち TV でした。